旧住友や又延べってとは、1939年に、住友財閥の創業者一族である、住友家が建築させた、和洋折衷の住宅である。旧住友や又延べっては、1939年に、当時の住友屋当主であった16代、住友基地財門が発注した住宅で、住友家の東京本宅の別邸として、 現在の神奈川県横浜市と津角東又野町の丘陵地に建築された。設計者は佐藤秀蔵であった。基本的には当時の大財閥一家が生活するために使用人の居住区も備えた大規模な西洋風建築であるが、設計に際し北欧の伝統的な建築様式である柱や梁を露出させる様式を基本としながらも、 屋根に日本瓦を乗せるなどの伝統的な和風様式も取り入れている。建物は Y 字型で昭和時代初期に流行したモダニズムの影響を受けており和洋と現代建築が融合し設中した建築物であった。1998年頃までは住友家に縁の者が生活していたが2000年に相続税として国に物納され政府に所有権が移った。 2004年7月に国の重要文化財に指定され、保存と一般公開に向けて2008年1月から修復工事が進められていたが、2009年3月15日に消失した。これに伴い、2011年に重要文化財指定は解除されたが、2016年に横浜市が公園施設として再建し、2017年2月10日には、 横浜市認定歴史的建造物となった。現在は、またの別邸庭園の一部として公開されている。ありがとうございます。